一緒に超時空要塞マクロス永遠のラブソング66から68枠目、黒金さんいらっしゃい。黒金さんありがとうございます。ラムのラブソング、4個目さんいらっしゃい。マクロスのラブソング。西暦1999年、突如飛来した巨大な宇宙船は人類のテクノロジーをはるかに超える。さあ今日はミッション5からですね。ディグサさんがありがとうです。ラコツ7個目さんでしょ。あの程度の敵にデカルチャー、おじさんがありがとうです。叩き潰してやる。敵機接近、前機スクランブル。待機点効果まで時間がありません。注意してください。楓さんでしょ。前回のおさらいをお楽しみください。前回のおさらいです。はい、テキスクランブル、ミッション05、タイムリミット。敵の包囲網を辛くも突破し、突破した気流たち。敵の追撃隊の指揮官であったミスティは部下を倒した統合軍に対し反撃に出た。大気圏突入中の艦艇は極めて無防備で、敵に攻撃されたらひとたまりもない。気流たちは突入時の安全を確保するため敵の迎撃に発進した。タイムリミットは900秒、時間内に敵を突破できなければ作戦は失敗してしまう。今大気圏上で激しい戦いが行われようとしていた。勝利条件、敵全滅。敗北条件、アームドの破壊、またはターンオーバー。ターン制限15ターンまで。はい、赤と大ボタン16個目で全滅。15ターン以内に全滅。バーストさんじゃない、きついじゃないのこれ。わこ、18個目で、ね、そうです。なしじゃない、まで、まで。タカさんあれです、初めてターン制限。私の部下を倒したマイクロンの力見せてもらう。またメルトランか、しつこいやつらだ。大気圏突入、大気圏突入まで時間がありません。制限時間以内に敵を撃破してください。全く面倒な時に来てくれるぜ。はい、森さんが一番さん、妙見さんいらっしゃい。高さんありです。でん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 。カズキューさんいらっしゃい。大気圏マイナス 30% だよね。まあ飛行アームドは関係ないか。かかってる？かかってないの？かかってないの？やったら集中攻撃食らうかな。あっちの NPC の方に行ってくれると思うんだけど、入ってない、入ってない、ギリギリ入んないよなってんのか。出るか、待てメモリセーブしとこう。発進、権威が増えてる。レベル5、5、気流が7でクラフチェンジ、あとは8だったかな。7、8、8だったはず。レッドラーで権威が8だよね。ライドも8だよね。時間がない、一気に行くぞ。一気に行ったらちょっと怖いね。隠れてこ、全く戦闘ばっかりじゃお肌が荒れちゃうわ。大気圏に敵を誘い込むと楽に戦えそうだ。天才パイロットケイン様の発信だ。 NPC の皆さん頑張ってください。任せろ。クワドランロー、よし、まず一気。ツーナさんでキュン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 、私の彼はパイロット。
ナイスビーム。和菓子のカレーってカレーせんべいですかね。和菓子のカレーは、和菓子のカレーはない。私のカレー、ね、私のカレーはパイロット。キュンとひととびね、急降下。大空を見かけて急上昇。33個目差でした。花丸のカレーは不合格。花丸のカレーは不合格。前期突っ込め。私は彼のパイロットってなるとかなりエロい意味になりますかね。アップルパイリーダー出撃。アップルパイリーダー、あ違う、空豆リーダーか。空豆リーダー走って、空豆部隊、こちら空豆2いきます。私は彼のパイロット。ああそうだね、ちょっとね見抜きたいね。わさびのカレー今やってるやつ、今デンジャーゾーンがさっき流れてた。本物のデンジャーゾーンがね、デンジャーゾーン、デンジャーゾーン。2機撃墜。空豆リーダー2機撃墜。一般兵レベル1の一般兵頑張って。聞いてない。レベル5のメルトラン兵に効くものか。俺はこれが初陣なんだ。この体験と時が初陣だと。この作品って当時のアニメスタッフも関わったんですかね。そう、このキャラデザ三木本さんですよ、ね、三木本さん、三木本さん自らのキャラデザですよこれはね。ストーリーとか分かるよね、脚本は。42個目だね。あれですか、ね、フォトショット、フォトショットなんだろう。デンジャーゾーンじゃなくて、F1 サーカスのやつ。 F1 サーカスは違うよね。 F1 サーカスロンリーウェイだったよね。パロディものですね。パロディものですか。イエーイ、伊賀さんからです。トップガンを主にしたパロディコメディ映画です。チャーリー、ああそうなんですか。ホットショー知らなかった。ホットショー、お体験に突入してきてくれたか。よしよし、大気圏突入したらこっちのもんだ。あ、最新作が出るんですね、トップガンね。最新作公開記念って書いてあって、優遇はもう特攻隊ですからね、いわゆる一つの。やばい、空豆兵がやられる。今日は感染専用だから対バルキリーには向いてないよね。マイクロンの力どれほどのものか。
まずはお前そういや昨日チキショー捕まった。マクロスの何十周年別格をやる配信とかやってたような。あ、なんか今日どっかでマクロスやるって言ってたね。昼間コメントで確か何のマクロスかは分かんなかった。あー、空豆リーダー無念。空豆リーダー、空豆部隊のリーダー。ふん、所詮こんなものか。この枠のことではないかと思いました。わら、あ、この枠のことのことですか。あ、そうだじゃん。この間どっか BS12 だったか、愛覚えていますかね。愛覚えていますか、やってますか。できるだけ早く敵を撃破してください。私の了解。この枠の話だと、笑、メモリーセーブ使わないと。よし、OK。 ここまず殲滅、ここの4機を大気圏 30%、 ちょっとここ脱出しないと。バトロイドで脱出できる。ああ、脱出できない。バトロイドじゃガオークはできた、できた、ガオークはできない。ミサイル発射。OK!OK!、Okay. Okay. ファイターのままで体験内で戦うのもありかな。あー、ファイターちょっとね、弱いからね、防御力もないしね。ファイターじゃ極力戦闘しない方が。モスコさんが例です。いいんじゃなかろうか。回避もないですからね。そうなんですよ。ファイターはね、普通回避でファイターが高そうにね、してると思うんですけどね。ファイター回避とかあれなんですよね。ないんですよね。走行値も小、回避率も小、命中率も小で、あ、命中率も低いんだ。みんな勝利になってるんですよ。ガオークは全部中、バトロイドが全部大なんですね。ですから、なんかファイターも移動専用みたいな感じですね。ガオークはまあ中間、攻撃するときはもう バトロイドにしてくれみたいなもんですね。ここで2機、もう1機落としてみたい。社長のせいかと。もったいないな。でもここ1メモリで落ちる相手に。ここはあれか、バトロイドでミサイル蹴っとくか。こっちもあれだけど、よしよしよし。ファイター時はちょっとオッケー、出した、イエーイ。あ、ブルじゃなかったこれ。次 NPC が片付けてくれたね、これね。歌なんだけど、もったいないやん。 NPC にお膳立てしただけだ。まあいいや。お、かわされてんじゃん。ちょっと艦長、すまん、もうこの船ボロボロなんだ、やられそうだ、援護を頼む。
やこのバルカンじゃちょっと厳しいですね。一般兵は早い検査にしちゃい、ちゃんと援護してるなんて。なあと効かない。ベルトラン兵、レベル5のベルトラン兵は無敵だ。修理しなさいよ。修理ももう壊れされてしまった。くれたら、あの伝説の発作部隊が。イエーイ。もう空豆リーダーがやられてるからね、部隊が。ゴロピカさんがレオです。あっと、一般兵が初陣だったのに。あいつはまだ初陣だったのに。体験に突入して、お前初陣だからこんなことで、あの初陣じゃ、初陣はもっと楽な場面でやれと言ったのに、俺が出ます。体験での戦闘もシミュレーション済みです。バカ野郎、シミュレーションと実戦は違うんだって言ってんですけど、全部俺乗りたいです。パルキー乗らせてください。今やらなきゃダメなんです。わかった。はい、65個も食べちゃい、鈴田さんがレオです。そう言ってね、やつは言ったんだけどダメだったか。俺のせいだ。俺が発信を許可したばかりに。艦長のせいじゃありません。やつは出発、出撃しないで後悔するより、出撃して後悔した方がやつも後悔はないでしょう。戦うために軍人になったんだ。やつも2階級で死んだ。あと何機、1、2、3、4、5、6、ここに7機いるわ。イエーイゴー。うわー、クワドランロー S で、クワドランロー S レベル8だ。この時点でミスティ S でレベル8段、これはいかん。うわ、しかも複数攻撃持ち。うわ、マルチロックオンだ。うわ、うわー、うわー、一般兵が全滅だ。空豆部隊壊滅、空豆部隊壊滅、空豆部隊壊滅。やめろー。そうです。タカさんね、あのリーダーですからね、このね、うわー、ここはメモリーセーブだ。大事なことなので。メモリーセーブ完了。うわー、ミスティの野郎がいる。遅ればせながらはこっちです。はい、いらっしゃい。手すきは伊達ではない。手すきは伊達やん、届かない。ドラマの状態が悲しいな。まだ A ミサイル残してるな。ミスティにやってもかわされそうだな。この2を取った。そこか。ちゃん落ちちゃったんだよな。落ちちゃってるね。ミスティ超快速やめよう。
この感じを最後の抵抗。当たらない、もうボロボロだ。どうでもいいから当たってくれ。あー一発のみ。レベル5メルドラヘイ強い。わー効かないって。やはり返り討ちが出る。ミスには手を出すんじゃない。そのメルドラは強いぞ。え、もう一般兵いなくなったの？うわーいかんねこれ。一般兵なんとか生き残ってくれ。あー一般兵タコザキー、なんてこった。過去先は、過去先は明日結婚する予定だったのに。私とまともに戦える者はいないのか。わざわざ私が戦うまでもないようだな。私は帰還する。残りは任せた。あ、よかった。そうよかった、帰還してくれた。あ、帰還する前に撃ってるんじゃん。ちょっと帰還するんじゃないの。でこじゃないですよ、皆さん。帰る前に置き土産が。あー、しまったー。帰ってくれた。あ、11個目されちゃい。土産代わり、もう一気減ったからよかった。しかも一番強いやつが消えてくれたから。帰りがけの打陣が。なぜかしら敵の一部が撤退したわ。敵にも理由があるんだろう。とにかく少しは楽になったぜ。お、 BGM 変わった。あと何機。 1,2,3,4,5 あと 6機 ?7 機かいけるな。土曜日だから半ドンですね。半ドンですね。ベッドちゃんかな。経験値どこへ行くの。6級か。でん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 。なあ効かないよ。飛びなさそうね。オッケー。ビームキャノン発射。撃て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 。あ、届かなかった。ガオグであそこまで出てもいいけど、どうかな。大丈夫か。撃て撃て。
発当たったのみ。もう最後の特攻だね。ライル君全く期待されなくなった。うわ、一般兵がこれで終わった。一般兵全滅、一般兵全滅。あ、まだいた、もう一機いた。一般兵まだ、一般兵あそこに、一般兵満タンだ。まだいかんな、ピケットがやってくるな。うわー、届くのか。なんとかデストロイヤー生き残って。艦長、みかん持たん、持たんぞ。このままでは艦が落ちてしまう。あの艦邪魔だな。ライルドの行くよ、ライルドのキング集中攻撃使うか。いや、テープしたから。オッケけい。移動したらピケットの食らうかな。やめとくか。ゲストさんがありです。お、デストロイヤー艦長生き残るか。生き残ってみせる。この艦を絶対にやられそうだ。援護を頼む。特攻したらダメですよ。修理しないと。もう修理を間に合わないんだ。お、一般兵狙ってくれたね。これ一般兵ならかわしてくれるだろう。下がった。あっと、一般兵これで全滅。空豆部隊全滅。あ、下がるとは。下がったか。ここ拠点回復できる。あ、いや、これ回復中じゃない。建物が 40% 40%。最後の意地を見せてやる。おお、最後の意地、艦長の意地を見せてもらいました。あ、こっち狙ってきた。
剣を狙ってきた。当たるかよ。当たった。お、当たらなかった。なんと生き残ったか。これ生き残るのか。生き残るかね。どこまで行けるのか。さすがに生き残らないと思うけど。今何ターン？ターン制限あったよね、確かね。いけない。ここまで。7壁で取られた、この6連動。あ、ガオフで一気にいけばいいのか。7ターン目です。ガオフで行けばよかったな。あと半分でどうにかなりますかね。もうあと戦艦一つですからね。これはできましたね。あー、しかし艦長しまった。うわー、これで NPC 全滅。艦長、艦長、艦長、艦長が、艦長が、あの艦長は、あの艦長は、目標捕捉、セーフティーロック解除、手法発射します。てぃ、おー、すごいすごい。ケイン君があとレベルが上がりそうだ。めっちゃ減った減った。ありついて、なんださっきの艦邪魔なだけだった。邪魔なだけだった。まあ盾代わりにはなってくれたよ。来週300回目のお見合いをするって言ってたのに。艦長、まずにお見合い。あー、ドライブキルに上げるか。キル次でレベル上がるな。あ、届かないか。あ、届かないか。ファイターでいけない。これあとちょいだよね。1メモリならファイターでなんとか ならない。ドライブいけないな。キユウ君のファイター、どうせ稼ぐならキユウ次でレベルアップだから、グラスチェンジできるな、これで。ファイターできないか。4だし。あ、よかったよ、オッケー。任務完了。了解。これより大気圏突入を開始します。バルキリー隊を帰還してください。テラ君、ねえライル、地球に着いたらどっか遊びに行こうね。パチパチパチを、てんてんてん、やったぜ。スーパーバルキリー、アタックバルキリー、スーパー MM ミサイル 4発ある。アタックビームキャノンが20の A ミサイル1発しかない。4発ある。 MM ミサイル4の方がいいかな。どっちがいいかね。スーパーにしたらストライクバリキリバルキリーになって、あ、どっちでも、どっちでも、まあ次ストライクかアマード選べるんだね。ウェポンはやっぱ文字数ですかね。ウェポンは、うわ、文字数でしょうかね。忘れたのかな。ビームキャノンは間接攻撃できますね。あ、間接ありのアタックの方がいいかな。ヒットポイントはちょっと減っちゃうけど、
いますあレンジにいますだもんね。ビームキャノン当たるかな。なんかこ敵のビームキャノンめっちゃ外してたけど、まあ関節あるからアタックの方がいいか。移動力はアタックの方がいいんだね。 MV9 ある。一文字多い。アタックは俗に言うストライクとは違うんです。ストライクはね、次に次のあのあれ、スーパーバルキリー、アタックバルキリーの後にクラスチェンジでまたストライクバルキリー、アーマードバルキリーでありますね。でその後が VF4 になって、今度、ストライクサイレーンっていうのになる。最後がなりますね。まあ中身は一緒なんですけどね、うん、側になんか追加装備があるだけで。アーマードとかは、弾数が増えるんじゃないですかね。下の AA ミサイルとか。こっちは MM ミサイル。アタックにしとこうか。アタックちょっと1ポイント少ないけど。移動力あるしね。うん。アタック!私の部下が全滅。あのマイクロンがプロトカルチャーとでも言うのか。よし、試してやる。地球も前の戦争でボロボロになったけど、やっと治ってきたのね。そうだな。もう完全してください、ミスティさん。6時の方向に反応。 IFF はレッド。ホンドリーダー了解。これより迎撃する。もミッション6、ミスティ。地球に撤退した統合軍は戦力の再建に必死になっていた。地球の防衛体制はまだ完成されていないので、偵察機によるパトロールが行われた。地球に降りた気流たちもそんなパトロール隊の護衛任務に出撃していた。勝利条件、ミスティー機の破壊。敗北条件、アームドの破壊。ターン制限なし。なしはいいですね。なしはゆっくりいける。なしなしなしがいいですね、やっぱりね。なし。見つけたぞ、もう逃がさない。ラビット2よりホーンドリーダーへ。敵は両翼より高速で接近中。ホーンドリーダーよりコンステレーションへ。え、これ噛んだ。ホーンドリーダーよりコンステレーションへ。敵に追撃されている。増援を頼む。こちらコンステレーション了解しました。直ちに増援を向かわせます。味方の防衛ラインは目の前だ。全力で振り切ればなんとかなりそうだな。クアドランロー隊は前進し、敵の増援を阻止しろ。残りは私に続け。さあエセケスター。はっ、我々は敵の増援を阻止します。さあエセケスター。エセケスター。いきなり囲まれてる。これは一般兵が一人いる。これやられたらダメなんだっけ。どうだっけ。やられてもいいんだよね。アームドの破壊だけだよね。この人はいいんだ別に。なし部隊参戦。な、20世紀だし。この方はやられてもやられちゃいけないような気がするけどね。でかくて水上マイナス3。お、スパルタンがいる。スパルタンだ。やったぜ。でも操れない。一般兵の、あ、リーダーがいる。これがこっちもリーダー。何部隊かな、これはね。これはメロン部隊 VE1 ですかね、これね。偵察機がこれ守らなくてもいいんだね。全部隊は全速力で援軍に向かってください。荒地の危険行為は。スパルタン、スパルタンライブ発進。あ、スパルタンが乗ってる。一般兵が乗ってる。やった。一般兵が乗ってる。一般兵が乗ってる。
名前つけてあげよう。この一般兵は、一般兵の名前をちょっとね。あら、どんなやった。ちょっと待って、メモリセーブして。メモリロードだな。よし。スパルタン。あー、ここで迎え撃った方がいいんじゃないですかね。どうなんだろう。クワドランローどん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 来るから。どうだろうね。どうせすぐ来ちゃうから。俺たちスパルタン三兄弟。スパルタン三兄弟ですね。森40%ですね。スパルタン三兄弟。森の中で巻き込まれた方がいいんじゃない。あれ 25%。 ここは 40%。 どう違うのこれ。密度が違うのかな。こっち 40%。 いきます。私は渡部健一です。渡部スパルタン乗り1号です。渡部健一行ってます。スパルタン2号機、スパルタン2号機に乗ってるのはコブラ龍です。コブラ、コブラ龍行ってこい。行きます。3号機に乗ってるのは、はい、3号機に乗ってるのはコブラ龍、スパルタンダー行く。3号機に乗ってるのは誰だ、返事をしろ。はい、3号機に乗ってるのはエジソン渡るです。エジソン渡るか。よし、行ってこい。よし、エジソン渡る。私はコブラ家の子孫です。ケイン君は自動車だな、人間だな。戻る。あ、ガオグで地形効果受けるんだっけ。渡辺、コブラ、エキタケル。ガオグ受けるのか。あ、いかんな。全然兄弟じゃなかった。せっかく楽な仕事だったのに、あなたたちなんか大嫌いよ。川で止まるのは危険だな。荒れ地にしとかないと。あー、ミサイル持ってるから届くかな、これ。ケイン君危ないな、これ。あ、平地か。平地 0% だった。荒れ地に止まっときゃよかった。行くで。行かない。パトロイルで行けないよね。あ、行ける行ける。アリティとワットボン、アトロイド行くぜ、気持ちだけ。行くぜ、気の休まる暇もないか。よし。あれ、もう一人いなかったっけ。あ、いたか、いたか。ライル君、ライル君じゃない、ケイン君か。お、逃げた逃げた。待ってろよ、今助けに行くからな。マンゴー部隊発進、マンゴーミサイル発射。いや、私たちは兄弟と言ってもいいです。助けに行くまで死ぬなよ。この天才がやられるわけないだろ。わかった、死ぬなよ。ファイヤー、ナシ部隊発射。ナシミサイル発射。大体フルーツの名前がよくつくみたいですね。あ、でもキリュウ君はホーンドリーダーで言ってたね。ホーンドリーダーで言ってた。トマホークもいる。トマホークも。お前たちが本当にプロトカルチャーが試してやる。わあ、移動力すげえ。ぶっ飛んできた。発射。襲われたマンゴー部隊。DJ かっこいいね。
マンゴーリーダー、危ないマンゴーリーダー、助けに来たはずか。助けに来たのに助けられ死ぬのが嫌なら空に逃げろ。あーマンゴーリーダー、お前ら壁にいる感じだ。マンゴーリーダー、いやうわー、クワドランローレベル上がったじゃないか。ユーザーリーダーの仇、ミスティの撃墜だったよね。そう、マンゴーリーダー、俺たちの英雄マンゴーリーダーが。ミスティ倒したらクリアになるけど、経験値稼ぎできないよね、ミスティさっさと倒したら。そうですね、日曜7時半からです。おしゃれカフェや。このゲーム経験値稼げるとこどこ、ここって感じ。ここしかないかな。まあ敵は逃さず食べた方がいいでしょうね。ただあんまり稼ぎすぎるとね、クラスチェンジのあれを2レベル上げちゃったらダメな時があるからね。キリュウ君がレベル7、他がレベル8、マリアとロットがレベル14だったかな。まあマリアとロットは上回るのが遅いからレベルが高い状態から入るからね。どっかメモった。マリアとロット、あ、12か、12、14、16、144個目だね。ミッション6。わ、まだいる。何機いるんだ。1,2,3,4,5,6。親プレイヤーダウン。6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,11,18,19,21機。増援来ないよね。勝利条件はミスティだけだよね。集中して落としたら多分クリアになると思うけど、粘ってみるか。経験値を稼ぐのじゃ。みんなこのスパルタンライフに、スパルタン地帯まで。おびき寄せよう。稼ぎすぎてもバグが起きてダメなのが辛いところ。そうなんですよね。レベルはこのクラスチェンジのレベルが書いてないのがまたこれだよね。説明書ちょっと不親切だから。あら、あれ聞いてない。あ、あれ聞いてないな。グレネードがある。お、範囲攻撃だこれ。グレネード。これは敵を集めてからやった方がいいですね。ガンクラスターは射程が。敵がたっぷり集まってからがいいですね。待っとくか。逃げた。お、一気撃墜。マンゴー部隊が。
ワンワンワン。149個見せないじゃん。ワウワウワウ。あれ、なし部隊のリーダーもやられてんだっけ？もうやられてんだ。あっち行った。助かったような、助かってないような。移動力やばいですね。移動力がすごいね。ワトランロー S は。いや、厳しそうならちょっともう最初からミステーキ狙って行き過ぎだけど、それだとレベルがちょっと、ここで残りの3人もクラスチェンジさせておきたいですね。どうせなら8まで上げて、そうですね、確かにデストロイは空飛んじゃうからね。わあ、マンゴー部隊の一般兵も。ここでも帰るというかどうかな。ちょっとアーモノさんどうしようかな。今ちょっと叩こうか。バルタンはここで 40% で頑張っていく。40%のとこ行くか。どうせなら森林で 40。よし、ここで全員 40%。 迎え撃つ準備 OK。 こいや、全員40ね。全員がこんなふうに、あ、ここで待ってよかったな。マンゴー部隊最後の一人散る。あれ、スパルタン範囲攻撃あるんじゃないの。範囲攻撃かいよ、これを。範囲攻撃使わないなんて。スパルタン強い。一般
ヒースパルタン強いじゃないか。あ、使った。毒の音楽は使われてるのですか。あの、毒ファイが使われてますね。あと一曲歌がね、ミンメイちゃんの歌がどっかで流れますよ。お、すごい、やった。おー、すごい。でも うちの経験値が稼げないのは。やっ、でっかりちゃん。待つより攻めた方が良かったのかな、これ。まあ、スパルタンはちょっと海が当たれないから運ばないといけないけど。一般兵とか片付いちゃう、これ。待ち込んでた。今度ミスティ一般兵にもダメージ受けてんじゃん。あ、来た。聞くかよ。聞いた。聞かないわよ。返り討ち。そうですね、攻めるんだったらそれですね。そうしたら一般兵に、経験値取られなかったんですね。マルキリースパルタの方が硬いね、一般兵は。これは地形効果もあるんだ。おっと、ヤクデッカルチャアイルキャンセルじゃない。あ、まださ、あそこにもいたのか。あ、スパルタの指揮官が山いちごリーダー。うわあ、またスパルタの指揮官がドリアンリーダー。まずリーダーが狙われる。なんてこった。設定上のデストロイドの方がバトロイドより投稿は厚いでしょうね。あ、設定上も厚いのかな。よし、まずはミサイル発射。オッケー、オッケー。パルタンはあれだね、グレネードで全部巻き込みたいってことかだね。巻き込めるか。入らない。 40% からちょっと 25% でこれいけるね。
グレネード発射。よいしょ、オアトライ向きに1ポイント残しでうまいこと経験値稼ぎができる。オッケー、アタックバリキリを食らえ。ビームキャノン食らえ。お、やった、完全攻撃。あ中途半端だか。え、3マスなの ?1、2。あーなんだ、2マスかと思ったら。じゃあちょっと移動するか。イエイ。ガエル君は、じゃあもったいないな。あ、ここはしょうがないな。早くグラスチェンジしないと変わんないから。柿崎さんは無駄死にしますか。カリンピーさんに、柿崎君はこのもう死んだ後ですね、これね。柿崎の死は無駄にはしないぜ。これはレドちゃんどうしようか。レドちゃんとどめ刺さないと経験値上がらないからな。まだレベル5だもんな。ちょっとみんなパソコンやる。あそこで届く。あ、届いた、もらった。経験値もーらい。目標補足、セーフティーロック解除、手法発射します。無駄にはしないよ。260個目されて、おお、一撃だった。レベル2の、エスパルタン大活躍。ミスティもやっつけられないじゃない、いっぱいに。ディフェンダーにはできた。ディフェンダーに指揮官が乗ってた。ディフェンダーの指揮官はあれかな、見てるだけクリア。これは美味しいような、後から困るような気持ちしないでもないよ。一般兵が倒しちゃうことがあるのか。せめてビスティアはうちがもらっとこう。セーブしておいて。
ヤクデッカルちゃん。セーブデータ分けとこう、クリアしても。ベータン完了。これだ、グレネードの1分の1なの、すごいね。あいつらやってきちゃう。 25% A みたいに打っちゃったか。目標速セーフティーロック解除、処方発射します。強い。あれ EXP255 なのこれ。もう戦艦ってレベル上がんないの。上がった、レベル6になった。戦艦もやっぱ上がるよ。200100で上がるんじゃないかったの。255超えたら上がるんだ。あ、255超えたら上がるんだね。レッドラーデちゃん、まあ、次で上がるか。あれを倒して。じゃあみんなあとはあとこの3匹しかないのよ。意外と敵少なかったね。ミサイルもったいないこれ。いやでもとどめさせるな、これぐらいか。ヤクデカルちゃん。あっちに1匹、あっちはあれにしよう。やられるなよ。やられたりして。一般兵強いな。いかん、取られる。あ、よかった、ディフェンダー軍は逃げてくれた。お、キルに、あー、ちょっといた。いや、あー、よかった、返り討ちはしなかったか。あーこれ返り討ちだ。あー6連落ちた。あとじゃああと2機だけじゃん。じゃあしょうがない、クリアしちゃおう。ここはライブに任せるか。じゃあ届かない。あー倒せないか。あ、スパルタンがいる。スパルタンでちょっとダメージを与えて、ダメージを与えまして、
うわダメージ与えるところが倒した一般兵でレベル上がるのかな、上がるんだろうね、経験値があるから。もういなくなった、もうミスティだけだ、しょうがないわね。でレトラーデちゃんにちょっと経験値稼がせようと思ったけど、レトラーデに行こう。レトちゃん届かないか、あ次のターンで自爆しそうだしな。ケイン君にやるか。ケイン君も届かない。あケイン君あれ使ったっけ、 A ミサイル。あ使ったのか、しょうがない。じゃあキリュウに任せるか。あライルムだ。ああ、まあ、肩に切るかぐらい。あ、そうだ、キルはあれだった。関節ができるんだった。関節にマスだった。あ一発、これはライブに残したのか。じゃあ、美味しくいただきます。おいいただけない、それどころがやられるんじゃないこれ。これ誰にやられるかな、これスパルタンでとどめはさせるけど、まあいいか。だからレトラーデちゃんにうまく生き残ってくれたらいいんだけど、どうかな、生き残るかな。スパルタンプダイス強かったね、一般兵の。指揮官はやられちゃったけど部隊は残ってる。そっち行くの。あよかった残ってくれた。キリュウ、スパルタン部隊はですね、渡部健一、コブラ龍、エジソン、ん？エジソン渡る。よし。レドちゃんじゃあライルがレベル6で与えられなかったなら、レドちゃんもダメかな。レドちゃんそもそもあそこまでいける？いけないよね。ファイターできるか。あとファイターでも届かない。レッドちゃんに風がしたかったけどしょうがないな。キルしかないか。じゃあケインできるか。ケインくん おいしいです。おいしくない。うわとどめさせないじゃん、もう切るしかないじゃん。じゃあ、まあ、切る A みたいなの残ってた。あら A みたいなしちゃう。オッケー。ヤック、マイクロンごときに負けるとは。脱出、戦闘態勢解除、これより警戒態勢に移行します。残存機および救出班は生存者の救出に当たってください。敵の中にえらく腕の立つやつがいたな。こちらの損害もかなり出ているようだ。大丈夫、この私がいる限りあの程度の敵一撃ですよ。お前ミスティにダメージ与えられなかったじゃないかよ。まったくたまたまですよ。うるさいわね、一人でやってなさいよ。まったく
昔で経験値稼ぎできなかったじゃないの。分けとこうか。お前はずれねえか。君たちは FCV-18 プロメテウス2に転属。気流注意を隊長とし、中隊を編成する。こんな若造が隊長なんですか。彼は月からの交代戦を戦い抜いた。能力に不足はない。他に質問は。ありません。まだ人員が揃ってないが、後々送ることになるだろう。諸君らの健闘を祈る。ラックス軍は保養先は土に埋めるんですね。埋めません。あのマイクローンはプロドラム缶です。違う。間違いない。でなければ私が負けるなど。おう、奴らの基地に入り込み、プロトカルチャーの秘密を暴いて。ドラム缶です。これより作戦を開始する。行くぞ。うまく隠してますね。うまく隠しましたね。ちょうどいいところが。ミッション7インサイダー。今までの功績を認められた気流は、中隊長として新造空母プロメテウス2にプロメテウス2に配属された。その頃メルトランディの指揮官ミスティは初めての敗北を知り、怒りを覚えていた。彼女はプロトカルチャーの文化の力に負けたと思い込み、潜入作戦を開始したのであった。勝利条件敵全滅、敗北条件プロメテウス2の破壊、ターン、あら、ターン制限書いてないよ。ターン制限なしとは書いてません。あるのかないのか、どっちなんだい。誤った。書いてない。ターン制限忘れたのか。メルトランディ軍の部隊が都市に接近中。本土隊はスクランブル。1,2,3,4,5,6,7,8 9,10,11,13 部隊。船が変わりました。あ、じゃあアームのレベル、アームのレベルはどうだったの。そのまま引き継ぎなんだね。レベル6ラップラスプラス。ここはマイナス10か。あったのここまで1回だけですからね。ここからしていいか。あ、なんか増えてる。あ、なんかグレイが入ってる。新キャラグレイガイ。あー、これはあれだ、柿崎系のガイとグレイ。ノーマルバルキリーだ。レベル7からレドちゃんの奥だな。キルがもうレベル8になる。ホンドリーダー発進します。その前にセーブ取ろう。スパルタン3兄弟もおるやん。スパルタン3兄弟いる。スパルタンはレギュラーメンバーなんだ。マジおじさんですね。間違いだ。まあいいや、もうちょっと前の方がよかった。せっかくパフェを食べていたのに腹が立つわね。パフェ食べてたんだ。ライル出る。さてどう、こいつらの実力をゆっくり見物させてもらおうか。ちょっとハメ外したらめっちゃ怒ってきそう。偏見。ずいぶん敵の数が少ないようだが、勝つ気がないのか。ステーキ食い損ね、パフェ食い損ね発言。ケイン様のお通りだ。渡部出る。コブラ行きます。エジソン出ます。マジだ。マジだ。あと全部出ました。
作戦を開始する。第一第二小隊は前方に展開、敵の接近を待て。了解、待機します。了解、待機します。あ、待機するので出てんじゃん。あ、そこで待機ってこと。エジソン爆発物のプロなんですよね。もちろんです。時間がないんで、まあ、ロケアですかね。電磁バリア係でもあります。家族ビーム塔係でもあります。ちょうど 40% が 35% がある。あ、 40% か、 35% か。もうちょっといいとこ来たんだけど、ガオクでいくか。あー、先にライルから行っとけばよかったか。レトちゃん、レトちゃんを稼がそう。まあいいや、しょうがない。あ、ちょっと待って、メモリーロードだった。先にガイが撃ってレトちゃんで行けばいいや。ガーデがレベル7になるみたいな。1人レベル6だからな。よいしょ。マコツッツ、マコツッツ、ヨウソルさんやつ。40% とかだったね。 40%、 あっこは 40% 40% からの届いてない、届いてない。グレイ、ここ 30%。30%、スパルタップ大会進、 30% を抑えるんじゃ。 30%、 ああ、待機するって言ってたね。攻めて来ないのか。あ、来た、痛い痛い痛い。これ待機しないじゃん。待機するとか言ってたのに。
だ。たら撃つ。飯の時間に戦争する礼儀知らずな奴らに鉄槌を食らわせてやる。そうだね、飯の時間に。許さん。おすごい、グレー強いじゃない。ノンアルバルキリーなのに。何買ってるのかと思ったらごめん、飯を食いとこねえだ。やっぱ地形効果があると一発だけか。飯食いとこねたら、食いとこねたら危険だよ。俺の好物だったのによ。325だ。255超えたら上がるんじゃないな。これ経験値はあれなのか、決まってないのか。次のレベルへの、あっと、効果あるけど結構ウケるな。結局みんな待機しないで出てきてんじゃん。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン超時空要塞マクロス永遠のラブソングは毎週土曜日やってます。来週も、このミッション7からですね。ホットオッツ、ホテルさん、ホットオッツ、ホテルさん、おやすみなさい。ホツでした。ホツ。ホツでした。ホツでした。おやすみなさい。今日も一日のホツでした。はい、おやすみラブソングです。